はい、ジャリ君もご苦労さん。ポンちゃんもなでなでするからこっちへおいでよ。ポンちゃん。うん。アンズちゃん、憧れのジャン君下にいるんだけど気づかない？あ、いなくなっちゃうよ。気づいた。ああ、いなくなっちゃった。はい、ジャン君待ってるのね、もう。いきなりジャンプから始まる。
シアン君はなでなで好きになってきたぞ。アンズちゃんも外に興味出てきた。ラオ君はアンズお母さんに最後の別れのつもりはあんまりないですね。でもケージの中にラブシオ入りました。うん、ラオ君はね、アンズちゃんのおもちゃで遊んでます。ホリホリしてシオン君はアンズちゃんとじゃれてるね。
それ楽しくじゃれてるんだったら刑事一緒にしますよ。あ、舐めた。舐めたのかあれだな。あ、フレーメンした。シオンくんがしたの？アンズちゃんがシオンくんの顔か首あたりを舐めてフレーメン。うん。きっともポンちゃんの方を凝視して。おお、ポンちゃん。ラブ君、明日からまた知らないお家だからさ、いっぱい探検できていいね。うん。うちよりきっと広いからいっぱい探検できると思うよ。シャン君、おいで。はい、どうぞ。おじちゃんもね。